この動画ではセンターが支援した企業の成果事例を紹介していきます。今回はみどり市の株式会社カネカ様にご協力いただきます。それでは会社の概要とこれまでにセンターと共同開発した試作品についてご紹介いただきます。金井社長、よろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりましたカネカの金井と申します。当社自社の補正工場で寝具および布製品、その他いろいろやっております。ベッドおよびマットレスの製品が主力でございまして、70年以上の実績のある会社でございます。近年では付加価値をつけた製品、なかなか一般的なものだと採算が取られないものもございますが、いろんな形の努力をしてまいりましたが、遠赤外線のあるミネラル微粒子という、これを糸の表面に固着して、その糸を使って編み上げてまいりました。しかし、ミネラル微粒子を固着した際に、編む際どうしても針への負担が非常に大きくて、短時間で針が破損してしまう、こういった難儀なことがたくさんありまして、加工をするのが大変でございました。またコロナ禍に対してはいろいろ、衛生面とか繊維製品に、いろんなものが要望が多かったものですから、これをどうにかクリアしなきゃいけないということで共同研究を行うことになりました。研究開発の内容はどのようなものですか？以前から付加価値をつけた繊維製品の開発に取り組んできたこともあり、ペットのケアで必要とされる新たな機能性をつけたペット用品の、製品が開発できるのではと考えました。ミネラル微粒子を固着した糸に対して防音加工をしたことで清潔さをすることを検討しました。また編み針に対する負荷についても、糸の表面が滑らかになり、負荷が軽減される加工条件を検討してまいりました。以上から防護性と糸の表面の滑らかさを効果的に両立する加工方法を決定し、機能性に優れたペット用のマットレスを開発しました。会社にどのような好影響がありましたか？微粒子加工紙に防護加工をすることにより、糸の表面が滑らかになり、編み機への針への負担が少なくなりました。年間で破損する針の本数が大幅に激減しました。これにより針を交換する作業時間が少なくなり、生産性の向上にもつながりました。センターの果たした役割や研究支援の内容を教えてください。共同研究を通じて微粒子を固着した糸に対して防性と糸の表面の滑らかさを利用するための適切な加工条件を見出しました。防護性試験の結果からは、未加工布、微粒子加工布と比較して防護加工をした布は汚れにくく、顕著に防護性が付与されたことが示されました。センターとの共同研究ではどのような点が良かったですか？自社でない機器や試験等により加工布のデータを取ることができました。防護加工材の使用により編み針の破損を大幅に低減し、最適な加工条件の選択とともに生産向上につながりました。今後も引き続き連携し、新製品開発や改良に取り組んでまいります。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。